まあ相手がねすごい勢いのあるチームで非常に難しいゲームになるかなと思ったんですけど、いい時間にね、ヤスのすごいシュートね決まって、あれで流れに乗れたかなと思います。で、本当最後あのゼロで終わったことはね、非常に良かったです。こう前からこうしっかり打てたし、あのマンマークでね、動いたところにスペースできてたんで、そこをうまくこうサイドバックがね使えたりし、そこにあとあのなんていうんですか、その後が脇でしたけどね、いい形で攻撃できたと思うし、まあ、欲を言えばね、もう何点かは取っとかなきゃいけなかったなと思いますけど、あのこの中断期間を利用してね、もうワンランクあの上のチームにね仕上げて、きちんと自分たちの目標であるね JFL 昇格達成できるように頑張っていきたいと思います。